ょっと待てこら、こいつがお前に抱かれてきたってことは、お前のアイノスに押し込んだのさ。帰らぬ主人を待って腹ペコクソまみれで泣いてる姿を想像すると胸が痛くなるんでな。こう見えても犬には優しいんだ。一晩預かったのは俺だけどな。娘は大喜び、女房は絨毯汚されてカンカン。いつから監視してたんだ。いいじゃねえかそんなこと。よかないさ、人をスクリーンに使いやがって。気がつかなかったお前が未熟なのさ。恨むなら親父を恨みな。それクローン？オリジナルは高いんだろ。もともとこの犬種は後輩に人工授精を使った最初の犬なんだそうだ。電脳に侵入されるなんざお前らしくもない。生活習慣を固定するから罠を仕掛けられる。だからドライにしろと言ったんだ。こいつの好物でな。この辺じゃあの店でしか手に入らねえんだ。踊らされて大立ち回りを演じ、自分の腕に5発も叩き込んだ挙句に危うく店の親父を射殺するところだったんだぜ。ボケてたとはいえ、この男にハッキングできるやつなんだそうザラにはいねえ。少佐を別に。